シングレスにグリップヒーターを取り付けるでございます、はい、今回はバーグマン400純正、ホンダでいうスポーツグリップヒータータイプ、スズキバージョンがあるんですけど、それを取り付けました、はい、で、レーシング S ですね、はい、こんな感じになりますね、はい、これね、はい、スポーツグリップヒータータイプですよね、はい、そして、これはスロットルカラーが一緒にね、もうついてるタイプですけど、はい、あの取り付けはできるんでね、はい、こんな感じでね、はい、そして、ただ鈴木のはちょっと気持ち長押ししないと電源が入らないというのが気持ち、まあ、難点かなと思いますけどね、はい、で USB ですね、はい、USB のところから分岐して、取っているのですが、USB のアクセサリーではございません。 USB のところにですね、常時供給電源が来てるんですよね、はい、でそれ使ってないの、はい、だからそこから、これちっちゃいリレーね、はい、リレーを使って電源で、USB に入ってる常時供給じゃないですね、アクセサリーですね、はい、USB をオンオフするようなアクセサリーの方にこのリレーのスイッチをつけて、で、ここから、ここでね接続して、でコントローラーここにね、はい、取り付けました、はい、これジビのベースの裏につけるやつね、それをひん曲げてここにあのタッピングで止めるところが2箇所あるんで、1箇所をね使って、でここに入れました、はい、だスマートにね、まあついたかなと、思います、はい、ではエンジンをねちょっとかけましょう、スイッチオン、でエンジンかけないでやるとバッテリー上がりの原因みたいなことに、ね、なるかもしれませんから、はい、で、これね、で気持ち長押しなんですよ、そうするとこれ 3から始まるんで、まあ、でまた押してね、で今2ですね、はい、2回点滅でもう1回押すと1回点滅みたいなね、はい、もう2でも十分暖かいような気がしますけどね、はい、で、ね、でこれで電源例えばどうなんですかね、ちょっと1回オフにしますね、オフにしてでオンにしてエンジンかけるね、でその場合にこれどっから始まるんだろう、あまた3から始まるんだね、必ず3から始まるんですね、だからまあちょっと押して、ね、気持ちこう長押し、ちょっと長押しなんですよね、だからこうパッと押すとダメなんで気持ちこうくっやるとこうね、はいはい、よし終わりましたね、はい、そしたらカバー戻して、はい、ここのカバーとできたのはこことここだけでねできましたんでね、はい、工賃はそんなにいただかずに、ただちょっとスイッチリレー使いましたんで、まあ、リレーの代金だけちょっといただく感じになりますね、はい、でハンドル切ってもこの配線がねこうほらあの貼らないようにという感じでね、OK ですね、はい、ということで、このバーグマン400はなかなかいいんじゃないかと私は思いますが、はい、まあ、どうですかねグリップね、まあ、他にももちろんねあの木島、何でしたっけ、まあ、デイトナーいろんなのありますけど、うん、やっぱまあ純正タイプということでね、はい、非常にあの作りは、あとスロットル側はもうカラーと一体になっちゃってるんでまず緩むことないでしょ、はい、でこっち側だけですよね、こっち側ね、はい、こっち側もね、あの木島とか、そういったのはこうなんていうんですかね、ツルツルなんですよ、樹脂のカラーみたいになってて、でそこにまあそれで刺すんですけど、純正のやつはこうデコボコになってるんですよね、でそこにまあ多分ボンドが入り込むんだと思うんですけど、まあ、緩みづらいのかなとね、うん、まあそんなことも思いますけどね、はい、まあ品質的にはね、やっぱ純正品質ということでいいんじゃないかと思って、はい、あの最近おすすめをさせていただいておりますが、まあ、もちろんあの金額的なものもありますんでね、はい、まあ、少しでも安い方がいい。ただ工賃がね、そう、木島とかだとこうグリップ外してこう削ってねみたいな感じになるんで、そっちの工賃がちょっと変わっちゃうんですよ。はい、だからまあそれ考えるとどうかなっていう、まあそれでも。そっちの方がまあ気持ち安いかなと思いますけどね。あとデートナーのはね、1万3000円ぐらいでしたから、まあ、デートナーのはなかなかあのお安いのかなと思ったりします。はい。で、戻して終わりですね。はい。ね、期日までに間に合いました、こちらはね。はい。土曜日。ね、土曜日ですから間に合いましたね。はい。ね、はい。とりあえず、これで完了でございます。あとはまあ電圧計ついてるんで、3にしてね、ちょっと電圧厳しいかなっていう場合は、まあちょっと、でね、これヌードがついてるんで、ヌードがね、結構電気使うらしいんですよ。うん。なので、ちょっと、そのあたりで厳しい、うん、部分はあるみたいです。はい。
そうね、まあヌードなくてもいいような気がする。まあ今となってはね、もうね、はい、今となってはですよ、はい、当時はやっぱねそういうのがあって、まあ楽しめる、うん、でここのところが真ん中の TFT 液晶がついてるんですけど、ここにまあいろんなのね画面を、写真とかを表示したりとか、あとメーターを、まあ、時計だったりとか、あとスピードメーターもいろんな自分でデザインしたのをね入れられたりできるんですけど、タコメーター欲しいですよね、はい、タコメーター、ここでタコメーターがついたらいいんじゃない、どうなんですかね、新しい、ずっと常にアップデートされていくので、もしかすると最新バージョンだと、まあいろいろちょっとねできるないんですか、わかんない、私途中でちょっともうやってないですから、うん、そうレーシングSは置いてあるんですけど、もうあの全部抜いちゃってますね、はい、あの消しちゃってありますから、はい、で結局スマホとつながなきゃいけないので、そうするとスマホのバッテリー使うしね、だから、うん、やっぱりね、あそうだ、で ST3 はね今日お納車の予定だったんですが、ちょっとあのはい都合が悪くなって日曜日に延期だったんで、どうしようかな、うーん、箱とか向か外してしまいますか、ちょっとね、まあ、箱つけて外に、ね、用意しちゃったんですけどね、残念ですね、さすがにあのままだとちょっと場所取るんでね、はい、で昨日ちょっと1台ね、昨日4台出品して、で1台落札したんですよ結局3台なくなっただけって感じになっちゃいますからね、で1台、でそれは持ってこれないかな、持ってきちゃうと場所取っちゃうんでね、はい、であとジャイルキャノピーがなんかもう1台もエンジンかかんなくなっちゃったっつって止まっちゃったっつって、で圧縮がなんかないみたい、まあカーボン紙ですかね、ね、まあ、プラグ変えてない、まあ多分エアクリーナーもあのこれこっちで勝手に変えちゃまずいから何も言わないんですけど、そう、そうであの向こうで変えてくれって言われたら変えるようにしてるんですよ、あのオイル交換だけでって言われるから、あそりゃオイル交換だけでいいですって言われるから、まあいいのかなと思ってオイル交換しかしないんですけど、うん、っていうのもあるんですが、もしかするとそういうこう複合的なね、うん、あんまりねカーボン紙はしないようなねイメージですけど、あと乗ってる方がね変わったとか2台目だね、もう1台の方はもう全然うんともすんとも言わないからかからないから、もうエンジンバラす以外もないんですよね、はい、エンジンバラすしかないんですけど、ちょっとね、はい、そういう都合上なかなか、はい、難しい、はいはい、なのであの仕事受けられないですね、はい、仕事ちょっと今受けられない、はい、ということで申し訳ないんですが、ね、例えばね動画見てどうのこうのとかね、ご依頼がとかね、せっかくねお話は伺うのですが、ただちょっとできないんでね、それやんないとまずいからということでね、言い訳にしてますが、ちょっとね、まあ、かといって自分のところでね、やっぱりそうは言ってもバイクも販売しなきゃいけないしとかね、いろんなのがありましてね。箱外してどうしようかな、まあ日曜日だからどっかにまたしまって、ちょっと奥の方にしまえればね、動かさなくていいところにしまえれば一番いいんですけど、なかなかね難しいんです。でジクサーはホイールまではもうやっちゃってありますから、あとはエンジンオイルね入れて、あとブレーキフルード、うん、その他ちょっとプラグとか見た方がいいですかね、1万ちょっとね走ってますからね、あとエアクリーナーとかね、まあ、その辺見て、あとあれです、ホース類ね、配管類を、排ガスの配管類ですね、問題ないかもね、はい、そのあたりをまあ見ると、あとまあレバーグリス塗ったりとか、あとこのクラッチケーブルにねベルハンマー入れたりとか、まあ、そんなようなのをやって、はい、完了と。で今日届きましたよ記録簿ね、記録簿届きました、はい、ね、あそうだ、そういえば、メールいただいてるんでメールお返ししなきゃいけないですね、はい、いろいろね、うん、なのでメールといってもそうで、ブイスト SX ですか、ブイスト SX がなんかブレーキディスクが歪んでるみたいで、やっぱりほらこう握るとこううねうねってする、あこう手元にこう分かりますね、結構歪むんですかあれはね、そんな話もなんかネットであるらしいですけどね、でホイールがダメだとかそういう話もあるらしいんですけど、もうそうなっちゃうとわけわかんない話になりますけどね、うん、どうなんですかね、リコールは出てないんじゃないかな、まあ、リコール出てたとしてもうちはもうできないからどっかに持ってってやるしかない、そうしたらね、うーん、まあ、リコールは基本的に断らない、販売店は断っちゃいけないっていうねルール上はあるらしいんですが、ただそうは言ってもね、やっぱりほら自分のところで販売してないとね、いやっていう、まあ、手一杯なんでっていうことにもねなりますから、そのあたりで、まあ、そしたらお預かりして
販売店に持ってってやってもらうっていうかね、うん、そういうことになる。リコールは出てないんじゃないかな、うん、距離走ってるとブレーキディスクとかはどうなんだろうな、クレーム対象でできるのが一番いいんですけどね、まあ、新車とかだから最初の段階でほらキーキー泣くとかね、それもクレームで交換だなんつってね、やるお店もあると思いますけどね、うん、ブレーキディスクが、まあ、歪むっていう、ね、いろんな要因があると思うんですけど、熱とかね、熱歪み、そうなるとホイールのやっぱこう直止めなんですけど、まあチクサは直止めですね、はい、だからまあそれが直止めじゃなくてフローティングタイプとかね、まあ、そういうのにとか、いうことになるんだろうと思うんですけどね、どうなんですかね、ちょっとは、なんともね、そう、ただホイール云々っていう話ではもうそれはなんかおかしな話だ、ネットだとね、ブレーキディスク変えても変わんないからホイール変えたら直ったとか、もうホイールの取り付けが歪んでるのかっていう話になっちゃうでしょ、そうなっちゃったらね、実際分かんないですけどね、はい、よし、そしたらちょっとそれもあれして、とりあえずレーシング S は終わりましたから、次の、あとジクサーの残りをやって、はい、ね、と思います、はい、ね、早くやらないとね、でちょっとエンジンのね、組み立てとかそういうのももう早くやらないと、だいぶねお待たせしてしまって、ご迷惑をおかけしてるようなね、あれですから、まだかまだかと多分ねお待ちいただいてると思うんでね、ちょっと早くやりたいんですが、あと XLR のどうのこうの、これもだから結局お預かりしたんですけど、今すぐできませんっていう、今すぐはちょっと難しいですねっていう話だったので、まあ、ちょっとお預かりはしたんですが、これもだから、いつになるかわからんのと困っちゃいますよね、はい、で KRV は修理ね、これはまあ、一応フロント周りはやりましたけど、あとリアタイヤ交換してね、はい、だフロント周りどうですかね、押し歩きして左に切るとちょっと切れ込みを感じるんですよ、だから気持ちやっぱりどっか曲がってるかなっていう気がするんですけど、でもフロントフォークじゃなくて、もしかするとフレームがやっぱり少し押されてるとかね、そうなっちゃうともう、まあ、乗れないことはないですよ、乗って別にうわーこれはちょっと怖いなっていうようなあれはないんですけど、離しても別にハンドル離してもとりあえずね離せるからね、そう、そのあたりはまあ問題ないっていうか、まあとりあえずねもう致し方がないっていうかね、修理のあれでね、もしやるとしたらもう本当に修理する、完全にこうあれもこれもって直すか、もしくはもうやっぱり乗り換えみたいなね話になっちゃうでしょ、そしたらねやっぱりすごいお金かかっちゃうから、なのでちょっとそのあたりで、まあ最低限のあれであれなんですけど、ちょっとね難しいですよね、結構ね、はい、そんなになんかね自転車とぶつかってそんなにすごい曲がるとかあんまりないんじゃないかなと思うんですが、やっぱりそうね、そんなことはない、絶対はないから、はい、で普通のオートバイだったら多分フォーク曲がると思うんですよ、こう上下で止まってんじゃないですか、ステムシャフトとフォークでトップブリッジと、下のステムのブラケット、こうね、で3本ここ3本になって止まってるから弱いとこっていうとやっぱフロントフォークの方になっちゃうんですよね、だからフロントフォークが曲がるんですけど、スクーターって一箇所でこう止まってステムのアンダーブラケットってここだけでこういう風についてるから、ぶつかった時に一番弱いとこってステムなんですよ、ステムって1本だけじゃないですか、こっちは2本入ってるじゃないですか、でおそらくこっちの方が弱いんですよ、だからこっちが曲がっちゃうみたいなんですよ、前ターセリーでもあったかな、あれターセリー曲がってなかったかな、気持ち曲がってたのかな、気持ちちょっと曲がってて、それでなんかやっぱりコーナリングがおかしくて、はい、で交換した記憶ありますけど、あとね、なんかあったな、なんかやっぱり曲がっちゃってね、だからステムは、ま、やっぱり前ぶつ照明衝撃を受けるとぶつかったりすると一番曲がりやすい、ただステムだけじゃなくてフレームも少し歪んだりとか押されてるとか、そうなっちゃうともう修理するっていうあれじゃなくなってしまうので、まあ、仮にですよ、フレーム集積とかでかけりゃできるかもしれないですね、できるかもしれないけどフレーム単体しなきゃいけないとか、もうそうなったらいやもうそこまでやるんだったらっていう話にもなってくるからね、はい、まあ
まあ、とりあえず乗れないことはないかなとは思うんですけどね。あ、どうですかね。でも一番怖いのはやっぱ気になると、ずっと気になるじゃないですか。それが嫌ですよね。はい、まあもうこんなもんだとね、普通にそれで乗ってる分にはあれだと思うんですけど、ね、一回気になっちゃうとね、あってなっちゃうとまずいですからね。はい、そう、そうですね。まあ確かにね、衝撃を受けてるからね、うん、まあ簡単にそこだけ交換でそこしか悪くなかったって言えば、まあ、まあある意味ね、良かったってことになるかもしれないですけど、やっぱり難しいですよね。厳密にねあれしてみないと分かんないですからね。実際に乗ると、うん、なんかやっぱ変かなとかねなっちゃうじゃないですか。そう、うん、でも過去にね、あれ TS だったかな、そう、あれもあれ多分やっぱり前がぶつかってフレームがで交換したことあるんですよね、ステムから何からね。それも確か曲がったのかな、ダメ、曲がっちゃってステム曲がったのかな、ね、すごかった。フロントフォークもぐんと曲がってますけど、でそれ全部交換したんですよ。全部交換したんだけど、気持ちキャスター立ってんの。そう、どうして分かるかっていうと、後ろのフェンダーがこう隙間が明らかに狭いんですよ、チャンバーに対して、普通のまともなやつと比べると。でも乗っても違和感全然ないの。乗っても別に全然違和感なかったの、交換して全部前回りを。違和感なかったんだけどやっぱりあおかしいねっていう。だからその後ろが、だから明らかにちょっとフレームがこう少しネックの部分がちょっと曲がってんじゃないかっていう、うん、押されてるんじゃないか。で塗装が少し剥げてる、うん、剥げたから、あ、これは押されてんだろうなっていう、はい、そう。でも乗っても違和感なかったんですよね、あれはね、うん、そこが不思議なんですけど、うん、そう、もうハンドル別に、そう、ただその隙間が狭いっていうね、だから押されてんだなっていうことなんですけど、ね、だからそういうのもありましたしね、うん、だからまあやっぱり前が ぶつかっちゃうと、その前の部品だけでね治るかっていうと、まあ、やっぱり難しい、元通りっていうのは。なので、事故だったらね、見積もり云々って話になると、もうそういう部品全部もうフレームも入っちゃうんですよ大体、うん、バイクはね前がぶつかったりするとね、はい、そう、軽微なもんだったらね、まあこれはねあれですけど、そう、でそれで、まあ、ステンベアは当たり前に交換する、もうフレームが何かになっちゃったりなっちゃうんですよね。そうで、やっぱりね事故だとね、うん、まあ相手がいてどうのこうのということであれば、まあそれもねあれなんですが、うん、まあいろいろとちょっとね考えさせられることがありますけどね、はい、そしたらもう4時、あ、まだ3時半、まだ3時半なんだなんてね、もうだいぶ暗くなってきたような気がしてね、イメージでね、はい、そしたらこれを出して、そして、ジクサーを終わらして、そうですね、そしたらどうしようかな、明日 KRB は、まあ明日タイヤが来ればそれでタイヤ交換して、まあ後ろねやって終わりなんで、あとオイル交換か、終わりなんですけど、うーん、そうですね、エンジン、そうですね、キャノピーね、キャノピーがあるから困っちゃいましたね、はい、まあ、そのあたりもちょっとね、軽微なものであればプラグ変え、あれかシュッシュッと入れて、でプラグ新しいのにしてかかるんじゃないかと思いたいのですが、なんか圧縮はやっぱりないみたいな話なんで、止まっちゃってエンジンかかんないっていうんでね、うん、困っちゃいますね、はい、うん、はい、ということで、はい、次のあれをやりたいと。